佐藤社長、今日は本当にありがとうございます。どうもありがとうございます。突然にもかかわらずね、ありがとうございます。そして楽しく今日ね、お話させていただいて、でもね、本当お似合いですよね。ありがとうございます。なんかデートしていただいた、めっちゃ気に入っちゃった。よかったですね。これもう毎回これ着続けてもらわなきゃいけないので、そうですね、もう山西社長のトレードマークになるんだよね。トレードマーク、はい、もうユニフォームになっちゃいますね。最終的にはこれ名前にあっちゃんって、あっちゃんっていうもったいな、もったいな。いやでも私も佐藤誠さん の、 あの NHK の番組、はい、この間見させていただいて、はい、であのコロナの影響ですごいあの在庫が残ったっていうような。 そうですね、その後いかがですかね。まああのまあ、うちは糸を作る会社とあとそのブランドと両方やってるわけなんですけども、やっぱり、まあ、どちらもですね、糸の方も製品の方も、まあかなり製品の方もみんな止まっちゃってるんで、相変わらずやっぱりちょっと今その原料の方っていうのは不足してるんですけども、まあその分なんかいろんな形でまだあのお店じゃない形で販売したりとか、うん、なるほどもね、今ちょっといろいろこう新しい売り方みたいなことを調整したりとか。どういうことですかね、その新しい売り方っていうのは。いやね、私もねちょっといろいろ考えたんですよ。よくね、今やっぱりネットってまあ言う、はい、で実はやっぱりネットと言っても、うん、30代40代ぐらいの方はもともとネットで買うんですけども、うん、あの50代60代でやったりとか、値段の高いものってなかなかやっぱりネットでは買えないっていう、やっぱ写真1枚、まあ、もちろん動かしてできるんですけど、ちょっと触ってみて。確かに今日本当に手に取って、そのね、緻密なこの網っていうのを体感しないと、とかね、やっぱそういえばネットで伝わらないんですよね。うん、私はテレビ通販なんか出てるんですけど、はい、テレビ通販で話すと結構ね、そのことから、あの佐藤誠チャンネルですよね、うん、YouTube で、はい、見させていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。であの佐藤誠チャンネルでいろいろ商品の説明したり、うん、あとこう実際作られるこのストーリーとか、うん、こだわりみたいなところと、あとこうこんなコーディネートすると楽しいよなんていうことを発信したり、うん、はい、YouTube を見られない方なかなか見ないんで、はい、そこで考えたのが、あの今若い方だとインスタとか、はい、Facebook とかあとは Twitter とかってあるんですけど、そういったこともやられてないんで、日本って今1億2000万人7000万人ぐらいが LINE をやってるんですよ。 LINE やってますね、うん、はいはいはい、実は何千万人以上やってるんですけど、そのうちの 53% 以上が40代以上なんですよ。へえ。 LINE はみんな見ると、はい、で LINE にいろんな情報を送って、うんうん、LINE やっとですね。ありがとうございます。 LINE で情報を送るとそれを押すだけでもう YouTube にとってつながる、はい、あとはあのうちの商品も今買うとそのサネフナに QR コードがするんですよ。で QR コードをすると、LINE アットに、ラインアットにつながる。ああ、なるほど。いかに LINE アットにつながるかっていうところで、今こうやったところをやっぱりこう見てもらえるようになってきまして、ネットでのこうやっぱりこうあの問い合わせがすごく。結局一番使われてるのって LINE なんですよね。ビジネスをやるにあたって、どういう年代を狙うかっていうマーケティングと、それに対してのビジネスっていうのはね、こうだ。じゃあもう一つのコンテンツではなくても複合体でこういろいろと世代に分けて合わせていってるっていう仕掛けてるっていう。で私もちょっとこう思うんですけど、アメリカ行ったり、はいはい、イタリア行ったりフランス行ったり、うん、あの東京行ったり大阪行ったり、まあもうそれもね大事なんですけど、これからやっぱりねいかにこう、まあ、私地方にいながらも世界でもビジネスするかっていうことを考えていかなくちゃいけない。そういう意味では LINE とかその SNS ってすごいこう大事な時代だななんてね、ちょっと今すごい思ってるところなんです。まさに同じようなことを思ってらっしゃってのです、ね、このチャンネルですよね。はい、そうですね。やっぱり温泉とか天童とかっていうやっぱりね、やっぱり温泉の街っていう、はい、私佐賀もそうなんですけど、なかなかやっぱりこう東北天童までとかっていうのをどうやってこう伝えるかっていうのがね、あので私の場合は自分のブランドに合わせた年齢だけなんですけど、今度はチャンネルは年齢がね、30代のビジネス、40代、50代のビジネス、また60代のビジネスって、またね、その宣伝のね、こう広がり、またなんかもう、いろいろそれぞれの興味のあるところをね、なんかね、あのやっていると思うんですよね。はいはいはい、それは、まあ、そうやっぱりその、
これまではこう本当に小さいところでしか発信してなかったんですね、うん、要はもう例えば1個の旅館だけで頑張ってるとか、うんうん、それも旅館が売れればいいとか本当に小さいところ、今はようやくその旅館単体からこう温泉地域全体で何かしようっていうことで、そのまあエリアで動くようになってきたんですよ。でまあ DMC 天童温泉っていう会社を作ってばかりのことでそのいろいろやってるんですけども、その中で地域の発信をまあベースブランディングをしていくということをこの3年間で、はい、やってきました。今度はじゃあこの地域でもっともっといろんなコンテンツを魅力を掘り起こして磨き上げまして、その地域って言っても天童だけじゃなくてもちろん寒河江とか、ね、うん、上の山とかいろんなこのエリアで半径50キロぐらいの地域の中でいろんなコンテンツを出していって、お客様購入できる状態まで持っていくっていうのがすごく重要だと思ってました、うん、ショートトリップというかアクションツアーみたいなのをたくさん作ってですね、動画化したりでまたあの SNS 発信したりっていうものをいっぱい作っていく、今これ100山形プロジェクトっていうのをやってます。あ、いいですね100個作っていく、山形に来る理由をきっちり作っていかないと、うん、はい、ダメなのかなと。それをなんかこういったところで発信していきたいなと。意外にあの私たちって自分の町のこともね、意外に知ってるって知ってなかったりとか、うん、そう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 、で、ああだと思うのが、ミッチーさんの番組見てると、いろいろ回っててね、いや、まだ思ったりとかね、いや、もう絡まってますね。めちゃくちゃ張ってます。で、行くたびに僕らもやっぱり再発見というか、驚きもいっぱいありますんで。そうね、ね、だから結構ね、あの、ああいう番組見てて、あの見てる人も、へえ、山形、こうなんだみたいなのがね、で、あれは今度ね、やっぱり全国とか、世界にとかなっていけたらいいですよね。そうですよね、うん。いかにこの山形の良さを世界にアピールしていくかっていう。うん、あとなんかあっチャンネルの方向性がなんか見えてきましたね。山形ちょっと真面目すぎて面白くないかな。今のところ本当にずっと真面目な漫才でしたね。まず第一歩目はジャケット抜いたところから。いやでも本当になんかお話しして勉強になりますね。基本的にはね、あのミッチさん相変わらずもうこんな感じで、私もちょっと髪の毛でこんな感じだから。社長これはいつからなんですか。これねもう17年ぐらい。17年ですか。17、18年ぐらい。きっかけあったんですか。あるんです。あの、ね、テレビ通販で最初うちのブランドに出るときに。肩書きをどうしますか、佐藤誠かもしれない社長って、だから社長って言って出るとなんかお金儲けしてる感じがあるじゃないですか。だからあの私名刺にもあるんですけど、私糸作家っていう、糸作家、っていう肩書きなんですけど、で糸作家ということで出て、あのグレンジっていう色抜いて、まあ、金髪にしてテレビ出て、で1回目やっぱちょっとインパクトがないとと思って、作家風になって出たんです。でまあただ1回終わった後に、まあ髪の毛伸びてきて黒くなるわけですよ、最初行ったら、そうさ、何やってるんですか。さっさ金髪の糸作家っていうことになってるから、そうしてもらわないと困りますよ。私のねビジネス、海外ビジネスにおいて、もし金髪になってなかったら、うちこうなってないと思います。すごいやっぱニット業界では世界中どこのデザイナーでも、金髪の佐藤繊維っていうのが、あのパリとか歩いてても、はい、佐藤繊維って、あのファッションウィークの時に。日本人って真面目で、はい、黒い髪のイメージがみんな持ってるから、はいはい、アジア人の金髪っていうのはあんまりないんですね、それも長いものが。だからね、イタリアとか歩いてても、子供は見るわけですよ、はい、アジアの金髪だから、はい、見るとお母さんが、ダメ、見ちゃダメとか言われて、だからやっぱり、ね、それもやっぱり、あ、珍しいんだなと、まあ、ここまでもね、やっぱりあのキャラクター出るので、まあ、一つのキャラ作りですね、もう。